Amazon で格ゲーのレビューを読んだりするのですが、それはやめておいた方がいいよ。他ジャンルのゲームよりも辛辣なレビューが多いような気がします。最近はそれでもマシになったと思いますが、少し前までは評価2から3、星2から3がほとんどだったと思います。河村さんはレビューについて妥当だな、不満だなと感じることはありますか？あー、なるほど、格ゲーのレビューか。 Amazon のレビューね、あんま俺 Amazon のレビューって読まねえんだよな。あ、まあ違う意味では読むけど、あのさ、例えばなんだけど、というか結構経験があるからあんまり読まないんだけど、ゲーム買います、プレイします、ああもう結構おもろかったなっつって、あの同じように楽しんでる人のお話聞きたいなってウキウキ気分でレビューとか検索するのログでもないよね、ほんとね。マジクソゲーつまらない、返金してほしい、金の亡者みたいな感じのコメントが並んでるのを見て、え、そうだったのみたいなってなるから、あんまねやっぱね良くないんだよね。ああいうの書く人ってやっぱああいう感じなんだよなみたいな。どうなんだろうね、よく一時期日本の人ってなんか減点方式で上げがちみたいな、とかゲーム本編以外のところで評価つけがちみたいなっていう感じで、割とねなんかそういう印象もなくはないですね。なるほどね。まあでも格ゲーっていうジャンル自体は、まあ、ちょっとなんか言ってる人いましたけど、普通のゲーム、そうだな、例えばなんかさ PS5 とか4とかね、新ハードを買った時に PS5 とかだとさ、最初のチュートリアルゲームみたいなのあるじゃない、今回のハードはこれが売りなんだよなみたいな、なんか操作方法というか、アナログスティックこう倒すといいよとかさ、鳥がこんな感じだよみたいなさ、そのチュートリアルのやつあるじゃん。まあ、あれが、そのゲームの導入だと思うんだよね。で、それをやって、で、次にできそうなのっていうと、まあ、スーパーマリオブラザーズじゃん。あの、あ、じゃあブラザーズっていうか、その、ニンテンドーさんがセロ A で出してそうな、マリオとかそういうやつじゃん。で、それでも、人によってやっぱ難しくて、そのクリアしたことにするみたいなスキップとかあるじゃない？とかをやったりする中で、格ゲーってどの辺にあるのっていうと、そのマリオの次の次の次ぐらいに多分あると思うんだよね。結構遠いとこにあると思うのよ。そのレベル的には。難易度の段階的には結構先の方にあると思うのよ。最低限、この辺できなきゃ、あのできなきゃいけないってわけじゃないけど、できると楽しめるよねっていうものが割と多く詰まってるから、そこはね、あのあんまり気にせずに買う人からすると楽しめないってなるのはなんかしょうがないのかなって気はする。まあなんだろう、言っちまうとオタク向けのジャンルだと俺は思ってるから、いやオタク向けのジャンルでやると人が減るから、あのもっとカジュアルに舵を切っていくべきだっていう考えももちろんわかるんだけど、まあでもやっぱりオタク向けじゃないみたいな気持ちはなくはない。なんで辛辣なレビューが出るのは、まあそうじゃないって気がするんだよね。多分。まああとはね、対戦だからね。特にね、対戦することが多いから、なんだろうな。なんか勝てないとつまんなってなるのはしょうがないよね。だからレビューに対しては、なんだろうな、その逆に、その、妥当だなとか不満だなとか感じることはなくて、人間って醜いなみたいな、なんかそういう視点でしか見ることができない、最近は。あの、なんだろう、おじさんになってしまったので、なんか意見を見たり、なんかそういうレビューだけじゃなくてね、話を見たときに、まあそういう風にもなるのもしょうがないよな。うなずけるというか分かるよなみたいなってなっちゃう時はある。そう、アクトレイザーの天使視点、それぞれ、はあ、人間ってやっぱり醜いもんですね、あんな弱っちい人間風情がよって言ってる天使みたいになっちゃう。対戦したくないです。なのに一人用のモードが充実していません。星1、じゃあお前なんて買ったんだよこのゲームよみたいな、なんで買ったんだよみたいな。
私痛いのが嫌です、それでも強くなれますか、大丈夫なれますよニコニコ、私運動とかも苦手で努力もしたくないんです、強くなれますか、なれますよ努力すればなれますよニコニコみたいなやつね、あれね結構好きだね俺ね。まあ格闘ゲームっていうジャンル割とそういうところあるんで、まあ、ちょっとしょうがないなと思うんですけど、グローブをつけてください怪我するんでねまあとりあえずそういう感じでなるんだけど、やっぱねそのレビューみたいなやつって結構そのなんだろうな、まあその砂場にされちゃうっていうかさ、大人の悪い大人のおもちゃにされてしまうというか可能性も高いし、なんだろうね、あんまりやっぱり参考にならんっていうとあれなんだけど、なりにくいよねとは正直思いますね。自分が面白かったらそれでいいんじゃないのって思うけどね、うん、正直ね。結構その逆の方がいいとは思うんだよな、その逆というか面白かったってレビューって書く人って日本人かなり少ないイメージがあって、まあ、実際いないで、レビューを見た方がいいなって思う、ゲームのレビューを見て面白いなって思うのって、うん、マジクソゲーつかまされたっていう時にレビューを見た方がいいと思う。それはね、見た方が面白い。マジでつまんねえなこのゲームって思った時にレビューを見て、みんながすごい怒ってるのを見てははってなるのは、まあストレス解消の方法としてはまあわからんでもないなんだけど逆はね良くない。その面白いなこのゲーム、いいなって思ったっていう時にレビューとかが見るとなんかみんなすごい怒り狂ってて、なんでってなるから、なんかねやっぱ良くないのよ。だつまりレビューとして機能していないという話だな。なんか分けた方がいいよね。アマゾンとかはまあだからそういうこう炎上っていうとあれなんだけど、多少燃やしておいて盛り上がったら別にええんじゃないのみたいなね雰囲気があるから、まあちょっとあれなんですけど、まあ星5のレビューだけ見るとかねするといいかもしれないですね。なんだろうね、なんか海外とかだとそのゲームやった時になんかつまんねえなって思った時に割と not for me みたいな文化が強いかなって気がしますけど、日本人だと自分がつまんないなイコール世界に受け入れられるはずがないみたいなね、その自分が違うんじゃなくてこのゲームがおかしいって考える人の方が多いから、その辺多分文化の違いというかね、国民性の違いというかあるんだろうなとは思いますね。はい、という感じで、あんまりそうですね、妥当とも不満とも思っていないという感じにはなるな。まあでも人間なんでレビューを見ること自体は多分面白いのかな。だけどなんかその責任を持って書いてあるレビューは面白いかな。責任を持ってというか、何を言うときもそうなんだけどさ、何を言うときもそうなんだけど、あのどこの馬の骨ともわからんやつの意見を見てなんか考えるのって無駄じゃないみたいな気はするね。具体的にこう例えば昔からの友達とかさで、まあ今でもすごい付き合いがある人とかが言っていたらへーみたいな感じで気に留めてもいいとは思うんだけど、そうなんだ、同じ趣味があって同じ話題でよく盛り上がってっていう中でそういうのがあったらぐらいだったらまあいいな、あなんこいつはこういう考え方なんだなっていうバックグラウンドもね意識していいと思うんだけど、まあそうじゃないとねなかなか難しいんじゃないのって思いますけどね。はい、まあ、この話なかなか面白いんですが、話してると無限に話せそうなんでこの辺りで、終わりにしておこう。はい、お便りいただきありがとうございます。